Hello， 各位大朋友小朋友大家好，我是梦叔叔。不好意思，我是艾莎希美的。那我们今天就是要玩《爱因斯坦的后日谈》的主线剧情——自然再生以及工会复兴篇。不过这个画面上、为什么不是工会复兴在左边，然后自然再生在右边？通常不是会左边比较先吗？左边是绿色的，右边是机械暗暗的，还蛮特别的。然后我们就来看一下，就是后日谈这些我们许久不见的人气角色啊，到底发生了什么事情？然后也有一些剧情是在途中的发生的事情。我觉得就一定有很漂亮的 CG 图之类的，哦，还蛮期待的。什么抱抱 CG 图啊，贴贴 CG 图啊，尼古拉很认真的 CG 图，会吗？会都有吗？他不是接管工会。I know. 那我们就来看一下工会复兴篇，请勿剧透哦。来了，到底之后这些之后发生什么事情呢？欸、你看他的标题超长，他还会这样跑马灯哎、欸！我是第一次看到他跑马灯啊。运河的流水永续不止，为什么不是把那个字缩小一点就好了？第一章，运河的流水永续不止。伊兹尼亚在亚里沙等人的协助下，结束了拉佛吉动乱，完成复兴的人们回到了全新的日常生活之中。但就在重要的工会会议当天，却出现了出乎意料的异常状况。听说这次主线啊，都不用打针吧？因为马龙不是狙击了吗？争争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 5つのギルドは水面下で揉めてこそいるが空は高く水は澄み人々の笑顔が街を揺つそれに俺には大切な相手が隣にいてくれたそんな全ての思い込みはもろく騒乱が完成しなはラフォージ他是本名叫ラフォージ伊兹尼亚国前代未聞の最悪ラフォージラフォージ还是拉佛吉的梅西亚、所以才叫我刚刚就在想说为什么会叫做拉佛吉动乱，我想说谁是拉佛吉问号可是也因为他这个国家改变了对啊而且我觉得原本的五个工会应该是原本就濒临无法制衡的应该只剩下三个工会或者是只剩下两个工会了来了哈怎么还有这个啊这是艾琳娜做出来的魔导生物是吗怎么那么多还有那只生物圣剑激光骑士团那看来骑士团还没有解散为什么解散我以为他们会觉得觉得这都是自己的错然后就解散也太多只了吧83只つまりお祭り騒ぎです避難誘導もしてますからね为什么突然间暴走啊这不是是艾琳娜之前做的吗还是他们自己会反制可能吧魔导生物四八四这该出个 token 我也这样觉得但是艾琳娜的 token 不是魔导生物如果他们是新生的有后来新加入也有原本留下哦看这个认真的眼神果然是新的该有的热忱再过几年后他就变成厌世的眼神这是什么？这是什么？双头，双头魔导生物。我还记得第一次亚里沙看到魔导生物的时候，他就蜜汁脸红。有啊，有。你就看他的表情，他会放上脸红的神情。然后我就觉得奇怪，为什么看魔导生物要脸红？可能因为他没穿衣服。啊，你说魔导生物没穿衣服吗？还是亚里沙没穿衣服？ギルド会議の開催予定まで。哎，他们可以边讲话边打，厉害。それまでにこいつらを平らげる。啊。哦，そしたらブレイドライツ騎士団はね、いい土産話を持っていけますね。哦，要去庆年会场吗？長らく形骸化してたけど、近年復活したギルド会議。イズニア国が取り組む課題への話し合いは、古くはギルド間の趨勢を占う場だったとか。今回の課題は復興後だからこその清掃でしたよね。え、这是铜卡或银卡会不会就直接出这个
俺たちのダントツですよ。什么圣殿之钢铁之法剑士，然后他可能是士兵呢？那哈尔不是也有防叛军跟文件派的那些角色吗？啊，那种直接丢上去当一个卡面就可以做成一张卡了。全ギルドで釣り合っちまう反則が。そうだな。今回のように片端から数をこなす総統では、彼ほど向いているものはいない。だが。集団の連携でより多くの民に手を伸ばすなら、他们讲的话一次都讲错了。对啊，就是很严肃的在讨论要怎么倒した数ではなく解决这些。救う数を誇るとしよう。すね、さすが団長、いいことおっしゃる。でかい汚れの代わりに広く綺麗にしていきますか。什么问题？老师，我有问题。この討伐を掃除とするなら、一箇所に集め、まとめて済ませたかったところだ。蔡德斯是妖精卡。对啊，这是妖精卡。我记得好像跟年级有关系。哦，一张金卡就是。对啊。哦。都忘记太少用了。Hello, hello, ID。嗨。ドラゴン。手回ってその都度作業なのはしんどいったら。しかし惜しいな。団長が例の件を使えば、もっと話を早かったのに。ふっ？過ぎた力だ。抜き放つとき、他不用那把剣。救いより多くの破滅を撒き散らす類のな。無法对吧？だから団長も持たないし、他の団員にも。所以是那把生死去了之剑还放在那吗？真実も嘘も本部で厳重に保管する。他们把。ですよね。それにブレードライツの光はその程度で限りなどしない。そうだろ。いい隊長。第一部隊長。你说人家是新人，人家是第一部队长。然后你说人家是没有啊，他说不定也才在职不过一年，所以他也算是新人，新人阶段。しかしですね、新団長殿。ちょっと前ならまだしも、今のギルド間では威嚇も牽制もいらないとはいえ。限度があるでしょう。何の奇妙もないし露骨すぎますけど、今回のお祭りどう考えても連中の仕業ですよね。疑うなという方が無理だな。什么然后又有新的阴谋吗？魔導生物を生み出す術はマギス高血界のみが持つ。でしょ。しかも連中。哦，他们说他们制造的，但他们没有负责清楚啊。これが事故で。全部都给加了。顔がないならまだいいです。大慌てで処理する俺たちの反応。还是他们一切都在看他们在那边处理的焦头烂额，还在那边观望着，把它当成一个研究的数据。自分たちの王様も参加する会合を阻害するような日にことを起こる。好，我先迎接390400的布丁了。可以。今天免费抽下去就有布丁了。今の彼女たちは異なる。布丁好像是原本ですよ。その王様本人が引き起こした事態だってんなら。Thank you。あの見えっ張りで選ぶりたいお嬢が望む成果を用意できなかったんで、会議の開催をうやむやにしようとしてるとか。どうです？それは。这是艾莲娜吗？对，就是艾莲娜。続きは持っといて損はないって話ですよ。あの騒乱の後、連中も変わりましたし、ブレイドライツ騎士団にも追い目がありますけどね。心変わりはあっても、相変わらず研究と実験好きな美麗のお嬢様とお仲間たちには。多少慎みってやつを覚えていただかないと。哇，他们两个讲话讲超久的。对啊。你们是尬聊干嘛？尬聊没的吗？就是边打怪边聊天的。頼みますよ。堅物で口数の少ない団長は。哪有什么沉默又寡言的团长？他说他沉默又寡言。你刚讲了那么多。对啊对啊。那刚讲的都不是话。啊，终于有。哎，那个吴晓还在吗？是吗？还是有吴晓的余辜啊，就是剩下来的团员，那为了刘德而报仇。会报仇吗？安娜小雨，爱了。哎呀，该不知道，哎、欸、真的，吴晓。互いに時間は無限ではあるまい。还是其实他只是他的反面，然后也是协助他的人。
欸、看起来他现在是正反两面都是他在管理的交大交法。そうか。ありがとう。これからもよろしく頼む。無用だ。なんで暗夜部隊啊？その名はすでに過去の残光。我らはリオードブラックの弟子にして同志。誇り高き暁を目指し続ける者。その偉大さが分かった今、何の恩も返しようがないというのはどうか安らかにあれ。闇の善を目指して、看起来是好的。あなたの心の中もまた。もぬけの殻か、ずいぶんと手際がいい。まさしく電光石火の犯行だな。団長、魔導生物は片付いたか？大方はね、動いていたのは俺らだけじゃないもんで。それよりこれです。俺らにとってはこっちです。なんてありさまですか。これ就夜市加玛丽教会吗？すっきりしましたね、そこんとこ。ああ、ブレードライツで管理していた。真实跟虚伪之间都被拿走了。表で本部警備の第二部隊連中に聞きましたよ。ここを警備してた隊長也不见了。有人想要搞事了，他想要拖那个剑出来，然后要再做一些奇怪的事情，然后队长被干掉了。お尋ねしてよろしいですか？この事態、このタイミング。就是他们要开会之前发生的。武器班も警備も最大まで割かなきゃいけない魔導生物大反乱の日に。本部没有，应该是同一天。他们在外面在那边打魔导生物，在清扫的时候，结果本部就被入侵。对啊，他说今天要开会啊，没错啊，在开会前。但是この事態はまだ第二部隊とお前の胸に秘めてほしい。ブレードライツ騎士団の信用は再び失墜。第一部隊長。返事。難道要第二次工会動乱了吗？这次没有亚里沙会发生什么事情呢？何の考えもないわけがない。あなたの命令に正義が欠けているはずがないってね。ただちょっと悔しかっただけです。了解。命令は聞くさ。だけどよ、本当に困ったら。这是个好部下。ただでさえ一人で抱えようとしすぎな不器用野郎。これは部下の隊長としてじゃない。入団同期の言葉だ。欸、他们同届入团呢？哦，你还说你还说他是菜鸡？今こそセタスローにはあまりにも多くが染み付いている。那怎么上次工会动乱完全没有剧情？的分量都没有，那个第一队长上次整个消失，他今天空降。好，第二章浮现于工会的泡沫，发生于伊兹尼亚全境的魔导生物大反乱，不仅使民众一团混乱，五个工会也被卷入当中，且措手不及。对，真的是大繁殖。是什么繁殖剂吗？破魔虫繁殖剂。破壊と喪失でイズニア国を揺るがした。特に。本部も構成員も長も消え去ったエスカマリ総主マーロンメディアンに宗主マーロンギルド間の争いの際取り立てていた罰金を持ち世界には他们用罰金設立新的对吧，你们这些判断都当初判断人全部给我罰钱罰钱罰钱。神聖エスカマリを語る上で最も欠かせないものは、Hello, hello, 神なき時代に差し伸べられた人を救う規律の手の、そいつを端的に言うのなら、人と触れ合う関係性になれず、どこまで頑張るのかの。应该就是那个。要醒了，要醒了。尼古。そこら中魔導生物だらけじゃねえ。也超怕了。加入していただいた健康保険はですね。啊，他们是开始保险呢。这个家伙变成保险业就对了。意外险呢？そいつは嬉しいな。金の心配で済む問題で終わればいいんだがよ。有缴钱就不用怕被攻击了。でもでも、お金の不安を取り除くのが今のエスカマリの主な役割ですから。他怎么一直抖？なんなのよもう。
这个应该是银行吧？他们变成银行了。これじゃ店も品も台無しじゃないの。又来了。ご安心を。又来了，又是保险了。融资过期咨询。所以被破坏没关系，会有人帮你上头。本当？言ったわね。じゃあ今すぐこいつらどうにかして。準備した商品もお客様に台無しになる前に。ご無理をおっしゃられる。不擅长动手，你看，一个只负责收钱。怎么是乐乐？当初乐乐又出现了，那时候我遇到了他，不知道是同一位。やめとけ。哦，来了，是传说中的永续机械。他每次都会在小孩要上次不是露娜也是？对啊，每次都是当小孩遭遇到魔导生物的时候才出现。数がそれなりにいて。果然是乐乐科尼古拉。一次三只。出力もっと絞ってもよかった。好久不见了呢。对啊，沙西布迪。それにしてもこの手応え。すげえすげえ、やるじゃねえかニコラ。さすが俺をぶっ飛ばした男。真不愧是把我打飞的。ねえ、あんたの戦い。能被他打飞，然后还不会死的人也是很强哎，体格健壮。どうも。騒ぐのは別に良くないけど、今はいいから。他现在要保护大家嘞，酷。他根本就是这个伊兹尼亚这个地方的英雄了吧？英雄生物。怕怕爆。金矿の腕。他是代理，哦，他已经是他代理宗主了。得意先回ってる時に災難だったな。とりあえず任せとけ。金勘定はできないけど、こういうこれ算钱无法当会计。对啊，任何内政的事他都没办法了。啾。ニコラ。哇，找乐乐高兴呢。先代宗主の後を継ぎ役を担うとおっしゃったニコラ様、彼が後ろ盾となってくださるおかげで今のエスカマリは圧力にも屈さず金庫活動ができる。感謝してもしきれません。前方的人继续的作战卖保险，后面的人就是后续的服务就全交给尼古拉了，比如说汽车救援之类的，要出力。还有没吃东西？鉱石の持ち合わせは？ありません。仕方ないじゃないですか。こんなことになるなんて誰が思いますか？超慌張的。ニコラ、お腹ペコペコ？お腹ペコペコ、他学ペコ吗？いい。それはお前が食って。不行。尼古拉需要补魔。小不是小萝莉需要补魔了。倒してくれ。ニコラさん、何をおっしゃるんです？今回の魔導生物さ、前のマギスの実験で出てたのより、はっきり弱い。还有说交给你们喽，这是很废哦。全体くらい倒してきたから。我已经打掉了一千只不会做的。聞きましたか、皆々様が。他还叫平民来做事哦。对啊，都叫大家。代理の太鼓判あり。叫大家是拿起他们的锄头啊，或者是那种十字镐啊。这个男性感觉就很有潜力。对啊。好啦，欧巴桑应该也很强。对啊。是地方欧巴桑。他咬到尼古拉什么东西？还写他的那个台词。对啊。魔導生物はどうにかなるな。清掃の面目も。一応打った。那小萝莉要用什么东西打？打什么？打那些魔导生物。开会。向かうさ。いいとこまで片付いたら、いい具合にまとめといて、殴るだの魔法だのはできなくても、段取りとか手続きとかは得意だろ。要死。エスカンタやあいつがしてた。承知いたしました。誠心誠意。誠心誠意为我也是加把力尽力吧。まあほどほどに頑張れ。お待ちを。ギルド会議前にエスカマリへお立ち寄りいただき、鉱石の補充を。
やめとく。普段ならそうするけど、今回は遅刻できない。啊，为了要准时，然后就不吃饭了。不知道吃饭要多久时间，可是矿石不是这样吸收一下就好了？可是他说他要回去啊，那我觉得他咻一下回去应该很快。嗯，好吧。そろそろ落ち着いてきたな。この祭りも。騎士団も働いてるし、みんなでやれば早いか。さて、正念場はここからこの後か。好饿啊！腹減った。腹減った。好困哦。眠い。那等下不会边睡边开吗？どうにかなるだろう。別に。对啊，我也觉得就很像上班族啊，东西也没吃啊，然后觉也没睡饱啊，然后就要上工去开会。一个吐司还掉在嘴边，掉在嘴边。生したものがある。表向き、無業とブレードライツの戦いだった騒乱に不干渉を表明。防衛の迎撃を果たした。だが、炎の災禍を退けながらも、研究を内に閉じていた魔導士たちは成果を持ち。国の復興への協力を名乗り出た。組織は健在、長も不変。今がどうあれ、忘れてはならない。油断はできない。え、真的耶、魔導士那个工会感觉就是没什么损失。エルノア様、どうです、降りましたか？哦，对啊，因为他那时候就是当第三者啊，在旁边拿着一桶爆米花，然后在看戏的。一体どうなされたのか。我々も預かり知らぬ突然の魔導生物大反乱、ギルド会議の予定も迫る中での急な不在。このままオサたちを迎えればマギスの信頼は失墜だ。エレナ様、騒乱以降ますます奔放になられて、頻繁に外に出られるようになってからはこんな。他们两个都受不了了吗？啊，素晴らしい！什么东西？我刚听了什么？現状も我々への試練と言うべき。啊，你那自由奔放，素晴らしい！済ませましょう。機関地にお褒めいただけますように。他们是怎样？一堆 M 嘛，然后艾琳娜是超级 S 吗？我也觉得。我觉得艾琳娜很会找这种教徒，我也要找这种。啊，真的跑出来了！聖霊かな、空は青く澄み渡り、こうした日を期待。完全都是病娇的会那个啊，教友啊。そういう情緒を返すのだ。そうかそうか。快给他那个绚丽的数字。何を言っているのかわからんな。会話を行うように作った。我还以为他听得懂呢，原来他还听不懂。構成魔力反応中心確実式存在属性を分析。問題はない。滞りない。え、他也把他打死了。研究協力に関して。应该是把他分解吧。さよなら。では。同志を発見後、群れを形成。生命体、とりわけ人体の生命エネルギーを感知し、当該対象へ無防備な接近を行う。思考ルーチンの正常な動作を確認。喜べ。栄光をくれてやる。私の研鑽の糧となれる市場の誉れだ。ジュボーン。他就是跟他们说完感谢，然后就让他们。最も楽しみな確認へ向かうとするか。これは。なるほど。なるほど。他把它分解作为成以太了。哎，对，抽象。现在根本没有卡片，还不能分解。現れるべきは民に撃退されるための調整手ではない。いや、いてはならないのだ。この縄張りにだけは。所以他们还太弱了。高い魔力に反応して現れるはずな。哦，还要找最强的那只。今回の目玉、私ですら手を焼く。所以有一只特别不一样的吗？对，让他都会觉得棘手。そりゃ。釣られたからに決まってる。そうそうそう。残念だったね。おっと、めでたいねと果たして一体誰が何を釣ったのか。怎么感觉像什么七大罪之类的东西？啊，原来是大妈的声音。
ではあとは穴場の露店で手土産でも買って帰ればいいというわけだな。毎度あり。お代はちゃんと持ってきたかい？あ、是情报贩子大妈。他其实是。つくばりめ。我靠，阴险大妈哎。水食い鳥の涙。つくもぎの枯葉。哇，感觉还跟他要了不少东西。四十秒之内，九十九木的枯叶，暗熟的尾巴，异界雅人的考察。魔道士にとっては秘宝の類。一つとってもその価値。哇，他给的东西也太好了吧。一つにはくだらんぞ。嗯，それほどの品を要求したのはそっちだろ。这是黑市交易。交渉も面倒だったんだよ。是大妈给他哦。大妈给你，大妈给他。大妈怎么那么强，还可以弄到这些东西？どれどれ。还是反过来。確かにどれもこれも本物だ。啊，他给他东西，然后他跟买也给他东西，交易啊。後のお楽しみにとっとこ。这个来头可大了，好可怕哦。これ应该是翼龙吧？他应该不是大妈，然后刚刚拿一堆那个魔导师的东西。条件を聞いたとき、すでに答えてある。嗯嗯。新しい地点に行くために消費を惜しむ魔導士はいない。私にとっては。今のイズニア国がそうなのだ。じゃあこっちも同じく返そうかね。変わったじゃないか、エレノア・グローリア。私が知るお前は地の事情など知ったことじゃない。天だけを睨む美しい花だった。今の私が美麗の象徴に値せずと。Hello, 念心。とんでもない。美麗に加えて可憐になったと言ってるのさ。ほらよ。到底给他什么呢？これは確かに負けてもらったな。これほどの高純度、含有量の魔力結晶、エネルギー源としても宝石としても値などつけるは。我猜这个结晶是之后放烟火用的。啊？我猜啊，因为频率不是有在放烟火吗？为什么放烟火要用掉一个很高级的魔法结晶啊？然后就做出一个一整片的烟花，在天空蹦蹦蹦蹦蹦蹦。所以就是给大家享受用的吗？是吧？我猜啊，庆祝什么工会动乱平息？我猜的。悪くないさね。新しいものは古いものなんざ追い越して上へ先へ進んで塗り替えてくれなくちゃ。也太有远见了吧。自分の不可能を痛快に覆してもらえるからこそ。这大妈到底是不是异人啊？对啊，他到底是谁？隐居しがいがある。他真的是一个普通的大妈。他不隐居耶。記しておこう。世話になった。隐居之人。最後还是这就是年岁的力量。厳重な結界で守られたこの場所に活得久、所以就是知識量比較高。他也沒有很老啊、頭髮還是黑的。土産話でも持って会いに来よう。啊？哦，他是誰啊？他是前任主席。仙台主席。本来的面貌，现在真的是易容。本来の姿のあなたと会いたいものだ。綺麗に、わがままに。哦，说不定他现在前任找得更加的那个，说不定长得更加的老。呀？以我所痴迷的魔导士的未来。第三章，即便没有原本的丽水，转眼间魔导生物的泛滥便被平息，被夺取的真实与虚伪之剑、尼古拉的能量消耗以及艾琳娜的暗中行动等等，在各种不安的状态下，来到了工会会议的开幕时刻。我觉得是个幌子哎，我觉得或许根本就没有怎样。哦，就是骗我们就对，对啊，还以为又有新的阴谋。觉得应该是没事。そろそろマギス高血界に着くか。よ。よ。ニコラード。君も今到着か。どうにかな。会議に集まるなんて毎回面倒なんだけど。報告は受けている。町を守るため
まあ言ったよ、食ってる暇もなくてさ。会議くらいならできるから居眠りしないようにする。ああ、少し薄物についての対応があったな。他只讲有件遗失物。しっかり探したかった。因为他目前想要先隐瞒着，不然的话，这个其实很会失信。是很大的事情。对啊。さっさと終わらせて戻ろうぜ。哎，这是不是原本？他是守门的，守通道的。加鲁。前から思っていたのだが、君は彼と親しげだな。気のいいやつだよ。一眼就知道了，一颗眼睛是善良的意思吗？你有看得出来他的眼神吗？充满了善良。你看他亮晶晶的，还有水光，水汪汪的大眼看着你。ようこそおいでくださいました。ブレイドライツ騎士団長セタスロー様、エスカマリ総主代理ニコラアディア。我ら両名ギルド会議にて参上した。アリエナ还没回来。マギス高潔会主席。エレノアグローリアは在籍か。お二人の到着、今かと待ちかねておられます。どうぞこちらに。大会議室へご案内しましょう。その後ですが、本日は緊急の通達がありまして、会議中我々はマギス高潔会本部を離れます。へえ、つまりしばらくここには俺たち三人だけになるのか。ご不便をおかけしますが、何卒ご容赦くださいませ。では参りましょう。どう思うセタス？関心だな。あれはあれで下のものをよく考えている。巻き込まぬようにとの人払いだろう。彼女にとってマギス高潔会のものは導く門弟に当たる。他原本就决定只有他们三个人开会吗？優しいのは相変わらずだ。その優しい。我觉得是密谋的。那家人自开。我自己觉得是这样的。ようこそ来た。ご足労だったな、ギルド長ども。他想给家人惊喜。愛子だろ。耶。ギルド会議。他好小资啊。エスカマリでやるもんだったけど。ブレードライツの弊社も機密性の高い会合には無関。いいぞ、美徳をわきまえているな。始めるとしようか。神聖イズニア国の明日を占う。是没错。诶，他报仇了吗？ちょいとそいつに混ぜてもらうとするかな。是谁声音？飛び入りだが、カモンでしょ。ギリギリ間に合ったってこと。是另外一个圣光骑士团的战士。まだ残ってたが、消えろ。攻击啊！怎么可以？对啊，怎么可以攻击那个水汪大爷？善良的魔导生物。对啊。第二部队。哦，还就是第二部的队。おかげさまでね、団長。つい先ほど国境で待機中の伝令に会ってきましたよ。準備は整った。これからガン首揃えてる烏合どもの命を手に入れに。就是他把剑拿走了吧？他们想要逃亡到另外的国家。珍しくもない国賊ですとの自己紹介から。好废哦！真假的？直接这样吗？他这样推翻得了吗？この手の輩が湧くものだ。で、ナギスの門番を倒せるという力自慢は結構だが。对啊，根本打不赢。三个哎，超强哎！その無謀をいかに逆転する。逆転ならもうしてる。何？ニコラ。禁絶の腹減り癖は今はイズニア国の誰もが承知だ。哦，他算准了，他没吃东西，然后没体力。本人にも隠そうって気がなかったからな。所以魔导生物是他们放出来的。頑張ってたね。那其他两个呢？呼吸の暇もなかったし、戻っても無駄だったぜ。哦。エスカマリの鉱石保管庫は他の粮食仓给烧毁了。侵害だな。我らが戦力としてそいつに。他觉得他最强，他就先把尼古拉给。おや。おや。エレノアグローリア。今回のギルド会議の議題は清掃。イズニア国の川に溜まった魔力の淀みを片付けるために魔導生物にして抽出した。覗き見とは趣味が悪い。ついでに手癖も行儀もだ。
抽出された魔導生物はマギスの連中が総出で復興のためにとかで使った魔力の余り物だろうが、原本一开始艾琳娜想要找就是这一只最多力量的那个魔导生物。お前の術式でも弾くそいつは今俺に忠実なペットだ。啊，被他收买了。他的应该有一个习性是会服从卡纳摩利的习那个人，还有最先接触到的，所以他就先去找那个最力量最强的。膨大な魔力。知ってるよな、団長。还是因为他偷了那把刀，所以他就变成很有魔力的人。应该还有另外一个人，有很大的魔力。哦哦哦！是剑啊！就是那把刀。对对对，剑。刃にして最上の魔なるほど。对啊，所以就说他掏了那个那把剑啊，所以就那只魔物就被他吸引过来。腰に刺してるだけでこの影響だ。それが動機か。だってね。誰がどう考えたってもったいねえだろう。ずっと惜しかった。理解できなかった。重いぞ。それは。分かってるさ。あんたよりあっちの国に行けば、いくらでも使わせてくれるんだと。他觉得他拿到神兵的技能ほどいて、切りまくっていいって言われたんだよ。而且那个国家还允许他可以。俺が。砍杀别人。ずっとパッとしなかった俺が。英雄になれるんだって。原来是一个想当英雄的人呐、啊。第二部隊長、同じ正義を見つめた同志として、それを受け、放下他。当英雄哪有什么好的？誰にどんな口聞いてやがった。他现在变成叫他兽人呢、欸？他完全不把他当团长。どれだけ耐えたか、どれだけ待ったか。真実と嘘の剣、魔導士殺しの魔導生物、雑魚相手に力を使い果たしたデクノボ、てめえらまとめて掃除して門出の祝いで手土産だ。不是啊，他如果要逃到隔壁，他就逃到隔壁就好了。エスカマリに手を出したって言ってたな。じゃあこれは。俺の仕事だ。尼古拉怎么起来的？待て、待て。何してる？なんで動ける？戦える？尼古拉超强。啊，エレノア。啊，他吃了艾莲娜。哦哦哦！他把那个魔导结晶吃了。结晶。完了。いいに決まっているとも。ニコラアデル。他でもない。貴様のために用意した茶受けだ。私が弟子をねぎらうなら、飛び切りの紅茶にケーキだと、もてなしは人によらねばな。高純度魔力含有結晶。たらふくくらい。怎么这么这么刚好？还是算过了吗？天井の耳。如果算过了，超强哎。耳とかはわからないけど、もてなしてくれる心は伝わったよ。そんじゃ、恩返しだ。应该一集就够了吧？本是毒蛇，逆转摄影，弃之机构，我乃反转之奇迹。近段一集。叮当，怎么接的那么刚好？感谢盛凯的订阅。尼古拉吃了四原石，然后突然间肚闪了。好了好了，阿成。別世界の力はその限り。死因是二十瞬间获得。啊，太强了。この私の手で。見ての通りだ。ただ一つの結束なき力とは、こうして打ち破る。哦，就是他单打独斗，对啊，要合作啊。丞相，毫无团结是没有用的。おかしいだろうが、なんでこんな都合よく。そうだってめら。对啊，我也觉得他们异常冷静。他们都算过了吧？文句をほざく暇があるなら、ノロマの頭脳を恥じたらどうだ？我却没有任何惊喜，都被他算算算到了。都被他看穿。端から予定通りだから決まっている。は？窃盗の企みも、ギルド会議の襲撃も。そこの隊長は、無視を。ああ、そうですね。隙を与えた。術式向こうの魔導故意给他偷的。每次都让你夺取可无效术式的魔导生物的计划。弱体化に見せかけた。臆病で欲深な貴様を
これで勝てるとおびき出すためのイズニア国全体を巻き込んだ。这都是演出来的，太像了吧？三个会长在钓鱼什么？一応言っとくけど、合流予定の亡命先の連中ももう逃げてるぞ。感谢我的订阅啊！だよな。哦，而且那个石跟他要会合的使者也逃了。待機していた無業を追い払う段取りになっている。まだ我々に他国と小丑竟然是我自己，没错。今できるのは、那他就被赶走就好了。これで勝った。他被拔不出来，那把剑拔不出来。我应该把剑讲一下。这个可能拔不出来。啊。なんだ思いと言ったな。哦，还是他会吸收。拔出来的能力量，他会把他的魔力吸收。無に足らんとする意志。你看他拔不出来，你就知道拔不出来。我的，ごめんなさい、ごめんなさい。对不起，我错了。满派的下场。对不起，我刚刚都是假装的啦。我只是要让你们知道，就是如果有人想反叛，会发生什么样的事情。对啊，我只提点一下你们。把他的那个战士的。再把剑只有妹子可以拔，难怪梅西亚可以拔那么顺其自然。意外だな。对啊。没有杀他，对啊。悪を切るばかりではあるまい。許す。などと言える口ではない。いいと思うよ。真赛德斯真的太好。最後にはそいつ反省するところも見せてた。それに結果的に魔導生物を街中に出して。みんなで討伐したんだけどさ。感到很舒畅哦。对，他不想要再待在那个，那个教会里面一直做那种行政工作。行政工作好累。マギス高潔会としても残留魔力問題の解決と貴重な実験記録が取れた。騒乱前ならまだしも、今のイズニア国ではできなかった。何より。ギルド長が集まっての祭り。真的是钓鱼活动啊！好开心啊！面白いに決まっていたからな。哇！ニコラ・アデル、エレノア・グローリア。あとはそうだな。今回の判断でまた厄介事がありそうなら言ってくれ。近郊のギルドの代理中途是他，中途是原本的马龙吧？マギス高潔会の魔導と知恵がいるならば、今後も必ず声をかける。我不想算数学，我不会用计算机。心から感謝する。わかりきったこと言うな。時間。イズニア国の明日をいかに輝かせるかを話す。終于要开会了。かつて偽りの平穏は騒乱の炎に燃え落ちた。多くのものが失われ、取り返しのつかないものが消え。それでも現在这个国家今のこの国は仍然以真实的和平作为目标前进。というわけでだな、私は次回の課題に水路改築を提案する。あのさ、意味も理由もわかるんだけど、他负责提案，然后其他两个人负责执行，知道吗？適材適所の仕事こそ連合を組んだ意味というもの。对啊，好坏啊！全部的劳动和杂事都交给你们哦。什么？他竟然还很那个忠心的、啊。尼古拉就觉得好麻烦，拿赛德斯说：“好，我做。”感谢华哥 Roman 的订阅。日々は続く、一つ一つの輝き、小さな雫を束ね。结束了吗？呀呀！哎，我觉得他的故事比起梅西亚来讲，就是一个小小的一个很弱的反派，然后一个很烂的计划，就是完全没有。想当初那个梅西亚那个欺骗的技术力之高、啊，他演的超强的、欸。对啊，如果我们不是被官方剧透，一定看到那一幕吓到。还让那个赛德斯很喜欢他。对啊，还那边假装跌倒，然后眼镜娘。我好弱哦，这样的感觉。不过我还以为会给我们看一下，最后近点啊，像是 PB 之类的画面，结果没有。对啊，那个烟火到底是异化卡那个
只是官方开心话的。